マートフォンやタブレットで動画を見ているみんなは、ここにあるチャンネル登録というボタンを押して次の動画がすぐに見れるようにしておいてね。画面をタッチするとこのマークが出てくるから押してみてね。面白い動画が隠れてるよ。